ご機嫌いかがですか、キメちゃんです。ゆっくりニトリだよ。今回はボーイフレンドブーデスを考察します。今画面に映ってる職種みたいなのは一体。ルートは3つですかね。早速遊んでみよう。二日酔いで名前を忘れそう。そう。私の名前はでんでん虫。地元を離れなければならなかったから、この大学に適応するのに苦労してる。かなり。寂しい。私は起き上がって辺りを見回した。サイドテーブルに置いてあったチラシを見た。人が集まりそうな場所がいくつかあるわね。クラブとバーとラウンジのチラシかな？これでルートが決まりそうですね。どこに行こうか？すべてのルートを見るつもりではありますが、主人公は二日酔いのようですし落ち着けるラウンジに行きましょう。多分今夜は飲まないし、このラウンジで音楽を聴こう。ここに行くなら上品に着飾った方がいいわね。目立ちたくないわ。ラウンジに足を踏み入れると、ステージで歌っている美しい女性とパトロンたちが見えた。空いているテーブルを見つけ座った。背中に視線を感じたけど、視線がどこから来ているかわからない。こんばんは。耳元で男の声が聞こえ、椅子から落ちそうになった。こんばんは。近くにいたハンサムな男の方を向いて、震える息を吐いた。何をしに来たの？彼は知り合いじゃない。音楽を楽しんでるかい？うん、とてもいいわ。おっと失礼。自己紹介を忘れてた。俺の名前はリールだ。あんたは？どう自己紹介するかだね。上と真ん中の違いがわからず試しに真ん中を選んでみましたが、主人公が名前を大声で言い始めました。多分名乗り上げのような感じなんだね。下の選択肢はかしこまった感じですし、上の普通の挨拶にしましょう。なんて可愛い名前なんだ。手に持っている飲み物を楽しんでいるリールを見た。彼には他の男性と違う何かがあった。何か面白いものでも見つけたかい？私は思考から抜け出し、リールを見た。ああ、ごめんなさい。じろじろ見るつもりはなかったの。心配しないでくれ、さっきのは冗談だ。今夜は飲まないのかい？飲まないわ。少なくとも今晩は飲まない。私が優しく笑うと、リールはステージを見た。それはいい。肝臓には限界がある。そうよ、それに私はこれ以上ドキドキしたくないの。リールはにっこりと笑った。言葉選びが面白いな。私は少し赤くなった気がした。私は誰とも付き合ってないわ。心配しないでくれ、誰にも言わない。この辺りの出身なの？いや、違う。そういえば、ホテルの部屋を探さないといけなかった。もう行っちゃうの？私の部屋が空いてるわ、探すのを手伝うわって。警戒心がなさすぎますね。寂しさから来てるんだろうけど、どちらにせよ一緒に過ごすことになりそうだね。まだマシそうなもう行っちゃうの？お選びましょうか。まだ出たくないかい？私はそっとため息をついてたけど元気になった。好きなだけ一緒にいていいわ。私は必死にした唇を噛んだ。そんなことを言われるとは思わなかったな。私の家はラウンジからそう遠くなかった。私が彼に寄りかかると、リールは私の肩にしっかりと腕を回した。どうしてこうなったの？そんなことを考えるべきじゃない。これはいい。いらっしゃい。くつろいで。ドアを開けると、リールが私を壁に押し付けた。彼が私に唇を押し付けたとき、私の唇から息が漏れた。気にしないでくれ。やっぱりこうなったか。選択肢は何をしているの？もっとして、してですね。間違いなく心を開かない方がいいから何をしているの？を選んだんだけど、結局主人公はリールを自分の寝室に案内しちゃうんだよね。そこでリールは服を脱ぐのですが、どういうわけかサングラスを外さないんです。サングラスを取るか取らないか選ぶんだけど、嫌な予感がしたのでサングラスを取るを選びました。そうしたら、リールの目が黄色なことに主人公は気づくよ。そのまま首を絞められて主人公は気を失ってしまいます。昨夜のは夢だったの？ベッドから体を離そうとしても、手首が動かない。私は縛られていた。私は感謝しなければならない。私は聞き覚えのある声に飛び上がった。君はことをとても簡単にしてくれた。なんなの？あなたはここで何をしているの？なんで私は疲れているの？彼を見ていると、呼吸が浅くなる。彼はニヤニヤと笑った。混乱しているようだな。教えてやろう。私は退屈なんだ。リールはより大きな笑みを浮かべて私に寄りかかり、尖った歯をすべて見せた。そして私は君のような矮小な人間を存在に扱うのが好きだ。これは、人間ではありませんね。タイトル画面の職種はそういうこと？おそらくはそうですね。選択肢はなんで私を人間と呼ぶの？どうしろって言うの？あなたは何なのか？人間じゃないとは思いますが、あなたは何なのを選びましょうか。
おめでとう、君は悪魔と出会えた。リールはサングラスをずらして黄色い目を見せた。深呼吸をして唇を噛んだ。矮小な人間を残していかなければならない。リールは私の顔に両手を当ててそっと話した。いい？彼はニヤリと笑って姿を消した。リールは私をベッドに置き去りにした。腕をバックボードに押し付けたけど緩まない。次はベッドフレームを押した。そして腕を引っ張った。驚いたことに、彼は腕をきつく縛らなかったようだ。罠なの？そう思う部分もあったけど考えている暇もなかった。とにかく階段を駆け下りた。自分を守る何かが必要よ。どこに行けばいい？制限時間。あ、危なかった。これ、高速が緩かったのはわざとだよね。リールは主人公をもてあそび、楽しむつもりでしょう。希望を見せておいて絶望を叩きつける算段だと思われます。自宅が福間殿になるとか笑えないね。とはいえ行動するしかありません。体力か正気度が尽きたらゲームオーバーかな。つまり、リソースに気を使わなければいけません。何かしらのコマンドを実行したら減るだろうからね。それに加えて制限時間あり、これは今回みたいに戻ればなんとかなりますが。今回はとっさのことで戻しちゃったけど、意図的に使いたくはないね。これからは使わないようにしますか。制限時間があるってことは、選択しない選択肢もありそうだよね。こういう状況にした以上、じわじわと追い詰めてくるはずです。冷静に対処しなくちゃね。今回はここまでです。続きも近日中に投稿するので楽しみにしていてください。高評価とチャンネル登録もよろしくね。また会いましょう、バイバイ。ご機嫌いかがですか、キメちゃんです。ゆっくりに鳥だよ。とりあえず身を守るものを探すというシーンですね。ならキッチンに行こうか。包丁があるでしょうからね。どこを見る？キッチンに慌てて駆け込み、あたりを見回して引き出しを見つけた。大きな包丁は役に立つかしら？考える暇もなかったし、リールがいつ戻ってくるかわからなかった。私は包丁を背中に隠し、今に向かった。何をしてるんだ？私は腕を後ろに引き、彼の胸を突き刺した。リールは眉を上げて私を見た。うまくいくと思ったのか？試してみる価値はあったわ。この後はひどい目に遭うのでカットします。普通に触手が出てきたね。物理的に倒せそうにありませんね。他の方法を探さないと。そして、その後に何をするかの選択肢が出てきました。寝る、シャワー、夕食だね。リールがいる状況でシャワーはダメでしょうね。寝るが一番無難だけど。夕食を食べれば減った体力と正気度を大幅に回復できるかもしれません。リールが何をしてくるかわからないけど、選んでみようか。私は1階に降りた。いい匂いがする。私がキッチンに足を踏み入れると、リールがテーブルに座っていた。豪華なステーキが2皿あった。何をしているの？夕食を作った。彼はニヤリと笑って尖った歯をすべて見せた。食べるか食べないだけど。これは、主人公が飢えたら困るということでしょうか？リールは主人公をじわじわと殺そうとしてるんだから、この場面で即死するような毒は入れないはずだよね。彼の真意を確かめるためにも食べてみましょう。私が座ると、彼はプレートを私の前にスライドさせた。ありがとう。お安いご用さ。飢えさせるわけにはいかない。リールは私の向かいに座ってお茶を飲みながら小さい本を読んでいる。とりあえず肉を切って食べた。美味しい。これは。美味しいわね。ありがとう、可愛いじゃないか。私は彼のことを信用していない。でも、お腹は空いていた。だから残りもすべて食べた。突然、私は気づいた。ステーキを。買った覚えなんてない。私は立ち上がり、2階のベッドに戻った。よく考えてみると、彼は自分の皿にすら触れていなかった。あれが何の肉だったか考えたくないわね。次の日になり、リールは昨日のことを知らないふりをします。もちろんこんなわかりやすい嘘には引っかからないから質問を続けたよ。嘘を見破られてリールは喜んでいました。もしかしたら気に入られれば生き残れるかもしれないね。問題は彼の好みがわからないことですね。私は長い時間丸くなって、これは悪夢だと納得しようとした。どのくらい座っていたのかわからない。ふと、家が静かすぎることに気づいた。私は顔を上げた。彼はいなくなったの？私は息を飲み込み、勇気を振り絞った。自分のベッドから立ち上がった。いないの？私は聞いた。返事はない。リール？何かがおかしい、落ち着かない。静かすぎる。私は寝室のドアに忍び寄り、リビングルームを見た。寝室と同じように、不気味な沈黙に満ちていた。リール？
私の大声の質問は、逆に私を怖がらせた。何が怖いのか分かった。沈黙だ。静かすぎて。自分の声しか聞こえない。車の通り過ぎる音もなければ、冷蔵庫の音もしない。何も聞こえない。キッチンを覗いた。リールがいなくなって嬉しいはずなのに、不安が止まらない。深呼吸を数回した。私の家だけかもしれない。外に出よう。どこか別の場所に。正面玄関に近づき、ノブを回した。外を見て、絶句した。私の。寝室だ。いいえ。そんなはずはない。私はドアをバタンと閉めた。騒音が重い沈黙を引き裂いた。私はドアを見つめた。その後、もう一度開いた。そんなわけない。こんなことありえない。私は息を止めて、玄関と寝室を見つめた。頭を抱えた。これは夢よ。夢でなくちゃいけない。低い笑い声が聞こえた。声の主を探して、私は辺りを見回した。すごく近い。でも、どこなの？リールに声をかけるか無視するだね。これは、声をかけられるのを待っているのでしょうか？声が近くから聞こえるし、そうだろうね。どちらの反応を求めているのかわからない。思い通りになるのもやばそうだし、無視するを選ぼうか。違う、違う。私は許容するわけにはいかない。私はまだこの現象を説明できる。物語、幻覚、何か変なものを食べた。どこかから落ちた。私はドアを閉めた。現実を感じられるように、ノブをしっかりと握った。私は目を閉じた。それから息を止めた。ノブは私の手の中で粉々になった。え？私は空っぽになった手を見下ろした。ドアには、無傷のドアノブがあった。私は震えた。私は感じた。ノブに触れた。冷たい金属。完璧にドアノブだ。ただのドアノブだ。泣かないように戦っている自分がいた。私はただ、寝室に戻ろう。掛け布団の下に。それで見えなくなる。私は自分の北廊下から寝室に戻った。私は頭を下げたまま、寝室のドアを一別した。そのまま見つめた。なんでないの？私はリビングルームを見回し、寝室のドアがあるはずの空白の壁を見つめた。膝が震えた。悔しくて泣かずにはいられなかった。やめて。私は床に倒れ、腕を抱きしめた。私は沈黙の中で再び大声を出した。私をほっといて。まずい、正気度が。選択肢はシャットアウト、起きる、リールと対決するですね。リールと対決するを選んでも叶わないよね。でしょうね、しかしシャットアウトというのも。正気度は減らなそうだけど危ない響きだよね。これが悪夢だとすれば起きるは正しい行動になります。何をするのかわからないけど、それしかないね。私は腕をこすり、膝を見下ろした。目を覚まさなくちゃ。私は腕を強く握った。それから顔を上げた。目を覚ますしかない。私は壁に体を預け、立ち上がった。めまいがした。部屋が傾いているように感じる。目を覚まさなくちゃ。私はゆっくりとキッチンに足を踏み入れた。そして私の体重をカウンターに預けた。ほら。これなら、私は引き出しをスライドさせ、中を見て手を叩いた。これなら、引き出しの中の金属製の物体は、私の不器用な努力のせいで音を立てる。最後に、この悪夢から脱出するチケットを獲得した。もちろん、これは包丁のことです。この後、主人公は自分の太ももを刺すんだけど、リールにナイフと触手を使われてひどい目に遭うからカットするよ。そして、いよいよその時が訪れました。今回で、私が過ごしてきた悪夢は本物だと感じた。おはよう、矮小な人間。リールは部屋の向かい側で足を組んで座っていた。一緒に過ごせる時間が終わろうとしている。もう君と遊んでいる時間はない。どういう意味なの？でも、最後のゲームをしよう。私は疲れた目で彼を見た。私はこれ以上ゲームができるとは思えない。何を？するの？私の声はかすれていた。リールはクスクス笑い、手を差し出した。逃げるチャンスをもう一度与える。君はどのくらい速く走れるかな？彼の声は真剣だ。私に捕まったら、君を殺す。目を見開き、ゆっくりと震えながら立ち上がった。心配しないでくれ、ちょうどいい速さで歩く。リールがゆっくりとキッチンに向かうのを横目で見た。私は急いで階段を上り、屋根裏のはしごを隠してある紐を見つけた。紐を隠せば、見つけられないかもしれない。私はロープをつかみ、引っ張った。私は体の痛みを無視して、慎重に階段を上った。ここで悲しいお知らせがあります。多分だけどこの時点で詰んでるよ。先ほどの選択肢を間違えたからではありません。
リールの好感度が低いからです。いろいろ試したんだけど、どの選択肢の組み合わせでもダメだったよ。わかりやすく例を見せましょう。リールの名前の横にハートがあるのに気づいていましたか？さっきは水色だったけど、今は緑色だよね。この変化はここに至るまでの選択肢を変えたら起こりました。ここで私たちは好感度を高くすれば助かるのでは？って思ったんだ。そんなこんなでハートの色をピンクにまでできたのですが。それでも助からなかったんだよね。しかしその場に2回とどまって、キッチンに向かった際に、もっと楽しませてくれていたらチャンスをくれてやったのにと言いました。つまりもっと高い好感度があるってことだね。オレンジでもこのセリフが出たので、この2つは高めの好感度だったのでしょう。どうしても好感度を高くする方法がわからなかったから、他の人の動画を見て調べたよ。そこで判明した彼の好みは、自分を丁重に扱ってくれる、抵抗してくれる、自分からの好意を受け取る人物です。つまり、最初の挨拶の時点で間違ってたっぽいんだよね。抵抗してくれるはなんとなくわかっていただけると思いますが、サングラスを取られると好感度が下がるようです。自分が仕掛けた策略の中で抵抗してほしいってことだね。それと関係ないところで勝手なことをすると好感度が下がるということですね。そして夕食を食べない、太ももの怪我の手当てを主人公が受けないと好感度が下がることから、自分の好意を受け取る人物が好みだと思われるよ。こんなことを言うのはなんですが、凄まじくややこしい性格をしていますね。今回はここまでだね。次回はエンディングになると思われます。近日中に投稿するので楽しみにしていてください。高評価とチャンネル登録もよろしくね。また会いましょう、バイバイ。ご機嫌いかがですか、キメちゃんです。ゆっくりニトリだよ。さて、好感度最大ですが。私は耳を天井に向けた。もう足音も聞こえない。私はゆっくりとその場を離れた。終わったの？近くで拍手が聞こえて、横に飛んだ。よくやった、矮小な人間よ。黒い触手が彼の背中から飛び出し、私の腕と足に突き刺さった。触手が私をリールに近づけ、私は叫んだ。彼が私の顎を掴んだ時、吐き気がした。ああ、話して。触手が私を固定していたから、私は余計に動揺した。まだ君の心に火は灯っているか？触手が飛び出し、私の背中を強く叩いた。私の顔が苦痛に歪むのを見ている彼に、私は唸った。わ。私はあなたに屈さない。諦めるつもりはなかった。ほう？これならどうだ？触手が再び私の背中を叩いた。私は悲鳴を上げながら彼を睨んだ。息が苦しくなってきた。背中に血が流れるのを感じる。機会を与えたい。君が。生きるための。私は再び触手で叩かれた。それほど対価はいらない。大したものじゃないさ。君の魂をくれ。そうすれば、私は君を苦しみから解放しよう。いやよ。リールの触手が引き戻され、再び私を襲った。いいのか？同意か拒否だね。これに同意したら、どうなるかは見えています。問題は、拒否したらどうなるかだね。好感度が上がってこのセリフを言うということは彼の行為ということです。拒否が行為を受け取らないに入るかどうかですかね。死んだ方がマシだわ。目を細めながら、リールはにやりと笑った。おそらく、君の勝利だな。私は血を吐き出し、体から力が抜けた。最悪の贈り物ね。意識が離れ、すべてが消えた。これでダメってことは。このままじゃ殺される。唇を噛んで横を向いた。わかった。いいわ。魂をあげる。私は大声で叫び、彼はにやりと笑った。契約が結ばれた。君は私のものだ。彼は私の顎をつかみ、触手が拘束を解いても私の口を開いたままにした。喉からがいい。体が浮いているように感じる。真っ暗だ。どうなったの？私は自分を取り囲むガラスに手を押し付けた。自分自身を見てみるんだ、矮小な人間。ガラスを見ていると、リールの声が聞こえた。私は、ボトルだった。どうなってるの？ほら。これで君は私のコレクションだ。永遠に。なんですって？いやよ。ガラスを殴って叫んだ。でも声が出ない。私たちは君の、生活というものが理解できない。リールはボトルにそっとキスをして、棚に置いた。楽しんでくれ。いや、生き残ったけどさ。ちょっとエンディング集を見てみましょう。全部埋まってる。いろいろと調べましたからね。つまりさ、このゲームって生き残ってもひどいことになるってこと？まだわかりません。あと二人います。しかしリールルートを見るに、好感度が最大じゃないと生存できないかもしれません。そうなると、相手の好みを見極めることが重要だね。
それを踏まえつつバーに行きますか。このバーは良さそうね。持っていたものの中で綺麗な服を着て出かけた。小さな場所だけど賑やかだった。とても魅力的だけど、まだリラックスはできない。誰かが私にぶつかり、私は小さな声を上げた。ごめんなさい。急いで端に移動した。私は隅の席に座って、目立たないようにしようとした。常連客の喧騒と笑い声が私の気分を鳴らしていった。ちょっと、そこの、誰かが私に話しかけてきたの？彼は明るくフレンドリーな笑顔とかなり濃いアクセントを持っていた。彼は私の前にビールを置いた。これは俺のおごりだ。私は目の前のビールを見て、それから男を見た。私が落ち込んでいるように見えたの？ああ。どうもありがとう。なるべく明るく言った。彼は私の前の席に座った。名前は？お会いできて光栄よ。お先にどうぞ。私の名前はでんでん虫よだね。さて、どれが正解か。テンション高めだよね。かしこまるのは違う気がします。テンションに押されるのも望まれてないかな。テンションを合わせましょう。俺はストラーダだ。彼はとても陽気で。それは私にも伝染した。何かあったのか、相棒？ああ、学校に行ってきたの。とても忙しい。友達を作る時間もないわ。弱ってるように聞こえるな。友達にしばらく会えてないのか？必要ない。それほど頻繁に会ってない。新しい出会いを求めてきただね。まあ、嘘をつく必要はないですね。私はため息をついた。ストラーダが変な顔をしたから笑った。少し気分が落ち込むのも不思議じゃないな。いいえ、少し気分が良くなり始めているわ。そうだよな、でんでん虫。それがバーに来た理由だもんな。ほとんど空になったビールを見下ろした。いい飲みっぷりだな。私も気づかなかったわ。家に帰った方がいい？トイレに行きたい？ここから出たい？だね。笑顔にはなってくれていますが、変な顔をしたというのが気になりますね。どういう感情なのさ。そもそも彼は主人公と関係を持ちたいのでしょうか？ビールはあからさまだったけど、ストラーダはわからないね。とはいえ家に帰ろうとするのも違いそうですよね。そうなると残ってるのは。ビールが君を通り抜けたみたいだな。そうね、すぐ戻るわ。私は後ろでにドアを閉め、しばらく寄りかかっていた。彼はかなりいい。本当はそろそろ帰らなくちゃいけないのに。私は手を洗いに向かった。洗面台の音がうるさくて、トイレのドアが開く音がほとんど聞こえなかった。私はストラーダから離れようとしたけど、彼は早すぎた。ストラーダは私の腹に蹴りを入れた。頭が後ろのタイルにぶつかるのを感じる。くそ。視界が真っ暗になり始めた。私が覚えていたのは、私が地面にぶつかった時にニヤニヤ笑っていた彼の顔だった。私は目が覚めた時、ぐらついていた。何があったの？くらい。腕にロープが巻かれているのを感じて、息が荒くなり始めた。動けない。私はパニックになり始めた。縛られてますね。助けを呼ぶ、ストラーダを呼ぶ、静かにするか。状況を確認するのなら静かにするだけど、そうじゃなさそうだよね。好感度は選択肢で決まりますからね。この状況でストラーダが喜びそうな選択肢か。まだ彼のことをよくわかっていませんが、彼の様子から察するに罪の意識があるようには見えません。なら、直接話を聞いてみようか。ストラーダ、ここはどこなの？返事があった。突然、後ろの階段から大きな音が聞こえた。起きてたんだな。調子はどうだ？静かにする、手首が痛い、一体何が起きてるの？ここはどこ？だね。すごく嫌なものが見えますね。血だらけの床に工具、主人公より前の人物に使われたんだろうね。この様子ですと友達になりたいが方法がおかしいという感じでもなさそうです。わからないなら、担当局入に聞こうか。覚えてないのか？俺たちは話してたんだ。それで、この人をよく知りたいと思った。だから連れて帰った。私は不快になって床を移動した。つまり、興味本位で誘拐したと。思ってた以上にとんでもない理由だね。選択肢は私を返して、誤解があるわ、傷つけないでですね。これどれを選べばいいの？先ほどちらっと見たのですが、ストラーダのハートが紺色になっていました。好感度が上がってるということは、選択肢はあまり間違えていないはずです。興味本位で誘拐したのなら、ストラーダを動かしてるのは知識欲なはず。それなら、何事も隠さない方が良さそうですね。今回はここまでだよ。続きも近日中に投稿するので楽しみにしていてください。高評価とチャンネル登録もよろしくね。また会いましょう、バイバイ。ご機嫌いかがですか、キメちゃんです。ゆっくりに鳥だよ。
相手がこちらのことを知りたいと言っているのに、返してというのは危険ですね。傷つけないでも会話になってないよね。なら残った誤解があるわですね。誤解？ははは。いや、自分が何をしているかはわかってるんだ。あ、忘れてた。始める前に、何か食べるか？それとも飲むか？始める？何を？お腹が空き始めて、あまり考えることはできなかった。バーに行く前の昼食から何も食べていなかった。それからどれくらい経ったのかわからない。食べる、喉が渇いた、頭を振るだね。この状況で拒否はやばそうですね。でも食べると喉が渇いたは何が違うんだろう？体力回復か正気度回復かですかね。または食べるだと何かを作ってくれるのかも。工具も置いてありますし、作るのが好きなのかもしれません。食べるを選ぼうか。わかった。彼はしばらくいなくなり、包装されているエネルギーバーを持ってきた。彼はそれを開封して、私の前に置いた。手首はまだ縛られている。食べさせてくれるの？飢えさせたくないからな。彼が何を望んでいるのか、考えたくなかった。彼は辛抱強く待ち、私は前鏡になってエネルギーバーを食べた。食べづらかったけど、急いで食べ終わろうとした。美味しいか？私はうなずき、感謝の気持ちを込めて微笑もうとした。ストラーダは大型のハンティングナイフを取り出した。恐怖で身をよじった。何をしているの？腕が邪魔そうだと思ってな。彼はナイフを私の袖の下に押し込み、引き裂き始めた。やめてか何でもしてあげるだね。やめてと言ってやめるか怪しいですね。両腕を取られたりしたらそのまま終わりだろうね。ここはどうしようもないですね。本当に？私は息を呑んでうなずいた。なんでも。彼はカウンターにもたれかかり、ナイフを下唇に当てて何か考えている。それからニヤニヤ笑った。わかった。彼は私の周りを一周し、かがんで私の手首をほどいた。そのままカウンターにもたれかかる彼を、私は疑問を持って見つめた。この後、主人公はナイフを渡されます。そして自分を切るように命令されるよ。足と彼のどちらを指すかですが。今まで何度もこういうことをしてきてるだろうから、荒ごとにも慣れてるだろうね。そういうわけで足を選択しました。その後に腕も要求されて、やり続けたらゲームオーバーになったよ。しかし好感度が上がっていたところを見るに、おそらくストラーダは人間がどうなるかを知りたいのだと思われます。感覚的に実験をしている感じなのかもね。まあ、ゲームオーバーになる手前でやめたら足を刺されましたが。そして傷口を塗ってくれって言われて、自分で塗ったんだけど。好感度が上がりませんでした。言うことを聞くが好感度を上げる条件じゃないみたいだね。私は後ろのロープを引っ張った。手首が少し緩んでる。私はもっと強く引っ張った。外れた。ああ、私は痛む手首を慎重に擦った。心臓がドキドキする。よし、考える必要があるわ。動けるけど。どうしよう？これってわざとかな？かもしれませんが、それならば意図があるはずです。ストラーダの好感度が上がるような選択肢を選ばなくちゃいけないのは変わらなそうだよね。リールルートを見る限りそうですね。もっと休む、食べ物、水を探す、武器を探す、逃げようとするか。言うことを聞くなら上二つですが。それだけじゃ好感度が上がらないのはわかってるからね。逃げるのも望んでいないでしょう。武器を探すを選ぼうか。ただ座っているわけにはいかない。反撃しなくちゃ。全身が痛む中、ゆっくりと立ち上がった。あ。く。地下室には武器がいっぱいあった。どこにでもある工具。私はいくつかのノコギリ、斧、スレッジハンマーを見つけた。待って、どうやって彼を攻撃するの？いくつかシナリオを考えた。彼は危険だ。私は縛られたふりをするのが最善だと考えた。彼は好意的に接する。そして私は、そのためには小さな武器が必要だった。カウンタートップと引き出しを探した。あ、一つの引き出しの中身はナイフでいっぱいだった。完璧。私は中型のナイフを選んだ。突然、上の階で何かが動く音が聞こえた。くそ。私は急いで部屋の真ん中にあるポールの根元に戻った。私はナイフの上に座り、ロープを手首に緩く戻した。この後、昨日とは違うエネルギーバーを食べることにしました。もちろん、狙うためにね。私はエネルギーバーを見た。力が必要ね。うん。お願い。おう、とてもいい子だな。彼はさらに前鏡になり、私に体を押し付けた。ここだね。今だ。私はナイフを掴んだ。ロープを素早く切り裂いた。ここよ。時間を無駄にしなかった。私はナイフを握りしめて、彼の首に思いっきり刺した。
うわ、私はストラーダを見つめた。それから私の手首を見た。こいつを見てくれ。手首が彼に握られている。この後はストラーダに首を踏みつぶされて終わりました。タイミングを間違えたのかと思ったんだけど、どのタイミングでやってもダメだったんだよね。ここで好感度が足りない疑惑が出てきました。そうなのか確認するために、ナイフを使わずに進めてみたよ。君もわかってるだろ。俺たちは本当の知り合いみたいだ。長く続かないことはわかってる。でも、この経験は、物事を加速させてくれる。彼は私に近寄った。アドレナリンだ。君は興奮している。俺もね。彼は私の手首を縛り直すと、さらに近づいた。彼の匂いがした。汗と機械油の匂い。俺たちは共有してる。とても個人的なことをね。あっはっは。おい、怖い顔してるぜ。私は彼の顔を睨んでいた。ああ、はあ、気持ちはわかる。彼は歯をほじりながら私を上下に見た。君はここで縛られている。知らない奴の地下室で。そこで、その知らない奴が君に何をするか誰がわかるんだ？どうしようもない。そうだよな？私は彼をじっと見つめていたに違いない。言葉が思い浮かばなかった。俺は君に選択権を与えよう。次に何が起こるかは完全に君次第だ。彼は振り向いて、いくつかの道具を集めている。君が選んでくれ。どっちがいい？ドリルかハンマー？彼が何をするつもりか、知りたくなかった。私は残っていたわずかなプライドを投げ捨てた。お願い。私の声はかすれていた。やめて。どちらも嫌。考えをまとめるのに苦労した。私は泣き始めた。やめて。お願い。おう。何、これ。こんな好感度見たことありません。ハートから血が流れてる？ストラーダは動きを止め、私を見つめ始めた。私は少し身もだえした。彼はじっと私を見つめている。君は、彼はひざまずき、私にとても近づいた。な、何を。彼は私の髪の匂いを嗅いでいるの？その後、ナイフで切られて首を絞められて終わりました。そしてエンディング名がストラーダはあなたを愛しすぎた。だったんだ。このことからあの好感度表記は好感度が上がりすぎたものだと考えられます。つまり、ストラーダルートは好感度を上げすぎないようにしないといけないんだね。または、早い段階で好感度を赤にすると分岐があるかですね。私たちが最善手を選んでない限りあり得るよね。好感度が勝手に上がるという仕様だったら、どこかで下げたりしなければいけないかもしれませんね。予想を試して、このルート独自の仕様を探らないと。今回はここまでです。続きも近日中に投稿するので楽しみにしていてください。高評価とチャンネル登録もよろしくね。また会いましょう、バイバイ。ご機嫌いかがですか、キメちゃんです。ゆっくりに鳥だよ。さて、ストラーダルートの調査報告ですが、まず、ストラーダの好みを報告します。ストラーダは主人公が限界になるとスナックビデオを撮影し始めるよ。人間がどうなるか知りたいの究極系とも言えるかもしれません。これに加えて冷蔵庫の中に臓器があったことから、おそらく味も確かめてた感じだね。ストラーダの好感度はある程度勝手に上がります。いろいろと選択肢を試したんだけど、嫌っても好感度が上がったんだよね。おそらくストラーダは辛口心も飛躍心も強いのだと思われます。つまり、自分のことがわからないんだと思うんだ。自分のことがわからないから知りたい。でも自分じゃよくわからないから他人のリアクションを見よう。そういう考えで行動しているように見えます。だからストラーダの好みはリアクションをしてくれる。体も精神も強いだと思ったんだ。長生きしてくれなければリアクションが見れませんからね。だから体力と正気度が持つように進めてたら進展したよ。軽い足音が聞こえたという場面からスタートです。誰かいるの？か静かにするだね。何者か気になったので静かにするを選びました。黙って動かないようにした。階段から足音が近づいてきた。誰かがセメントの上に降りてきた。降りてきた？突然、頭のすぐ横で何かが鼻を鳴らすのが聞こえた。犬？私は目を開けた。生きてる？ああ、私は数回瞬きをした。あなたは誰？助けて、狐の耳？だね。強めの言葉を使うと逃げてしまうと思い、私たちは優しめの言葉を使いました。男の子の名前はレン。見ればわかると思うけどストラーダに飼われてるよ。狐の耳は隠すことができるそうですが、ストラーダから隠すのを禁止されているようです。主人公は驚いていたから、不思議な存在みたいだね。この後、主人公の怪我を手当てしてくれるのですが、主人公はストラーダに殺されてしまいました。
理由がわからなくて色々と試すことになったけど、根本的な条件に気づいたんだ。それは好感度を赤にするです。ストラーダはそれに加えて好感度を上げすぎないだね。ストラーダの好みとは違う角度の攻略法だったので抜け落ちていました。相変わらず絶好調だな。彼は唇を舐め、私の前にしゃがみ込んだ。そろそろ終わらせないとな。でも、終わらせたくない。期待を込めて彼を見上げた。私を。返してくれるの？彼は私の頬を親指でこすった。あっはは。もちろん違う。彼が金属を掴んだから、私は混乱して彼を見た。それは。何？彼は金属製の首輪を私につけた。私は首輪を見下ろそうとしたけどできなかった。首輪だ。心配しないでくれ、すごく似合ってる。重かった。彼を見上げた。彼は私の耳に寄りかかり、静かに真剣に話した。電気が流れる。外に出ようとしないでくれ。彼は身を乗り出し、私に微笑んだ。手作りなんだ。彼は物欲しそうにため息をついた。俺たちはこれからも楽しい時間を過ごそう。エンディング名は彼はあなたを保持しただね。このエンディングに行くためには連の手当てが必要です。なんで必要なのか考えたんだけど、ストラーダのセリフからして、体力の回復を満たストラーダが楽しめそうだと思うからだと思うよ。連は人間ではなさそうなので、そもそもの治癒能力が高いのかもしれません。長く楽しめるから買われてたってことだね。ルートを攻略するときはどんな生存方法がありそうかを考えて、そこからどんな条件かを逆算した方が良さそうですね。リールの場合は魂を抜かれる、ストラーダの場合は買われる。最後の一人はどうなるんだ。悪魔、サイコパスと来たら次は何でしょうね。レンの存在からして獣人もあり得るよね。レンの存在がこの世界の可能性を広げていますね。結局、何者かわからなかったけどね。今回はここまでです。続きも近日中に投稿するので楽しみにしていてください。高評価とチャンネル登録もよろしくね。また会いましょう、バイバイ。ご機嫌いかがですか、キメちゃんです。ゆっくりに鳥だよ。最後のルート、クラブに行きましょう。ナイトクラブに行こうかしら。私は適切な場所を露出している素敵な服を着て、夜に繰り出した。列に並んだ後、クラブに入った。音楽はかなりうるさかったけど、私は人々の波を押しのけてバーに行った。最近のクラブはバーテンダーもいるのね。ラム酒とコーラをお願い。ラム酒はちょっと早くないかい？横を見ると、隣で飲み物をかき混ぜている男性に気づいた。鼻に大きな傷があるね。何をしたらあんなに大きな傷が。喧嘩したにしては他の部分に傷がないね。しかもあれは切り傷、つまり刃物が使われないとできません。誰にそんな傷を受けたか気になるね。選択肢は私は自分のしたいことをする、あなたが正しいは、無視するですね。とりあえず、従ってみようか。彼は私に微笑んだ。僕は君を裁くためにここにいるんじゃない。ああ。ごめんなさい、週末だったから。よくあることだ。私は彼を知らないけど、彼は十分親切に見えた。全然無視よ。会えて嬉しいわ。僕は佐野だ。彼は私の手を取り、親指で私の皮膚をこすった。彼の手は冷たかったけど、しっかりしていた。私は彼を見上げ、そして彼は私をまっすぐ見つめた。グレイスチールの目が私を突き刺す。どうした？なんでもないわ。ただ、気になっちゃって。何がだ？男子しない？あなたについてもっと聞きたい。あなたは一人で何をしているの？だね。ラム酒を早いと言ったということは、踊る気があるのでしょうか？テンションからしてそうは見えないけど、確かめてみようか。ああ。やめておく。苦手なんだ。君のつま先を踏んでしまう。ああ、ごめんなさい。なら、話したいわ。ここはかなりうるさい。かなりの大声で話せるわ。私は彼に微笑み、寄り添った。佐野は時計を見下ろし、私を見た。遅くなってきた。僕はそろそろ帰る。え？もう？ああ、明日は医学部の授業がある。医学部？凄まじく嫌な予感がするけど、なんか主人公を気に入ってないような。他の二人は明確にこちらに近寄ってきましたが、佐野はそうでもありません。選択肢はコーヒーを飲みたくない？あなたに会えてよかった。医者になりたいなら引き止められないだね。試しにこのまま行かせてみますか。僕もだ。佐野はバースツールから降り、人々の中に足を踏み入れた。佐野が去っていくのを見て、ため息をついた。一人で踊ろうとして、誰かにぶつかった。あ、大丈夫かい？気づかなかったんだ。ああ、大丈夫よ。あなた帰るはずじゃなかったの？
え？彼は首を横に振り、佐野が歩いて行った方向を見た。ああ、佐野と話してたのか？俺はアキラ、佐野とは兄弟なんだ。彼は私に可愛い笑顔を見せ、私は笑顔を返した。佐野にそっくり。DJ ブースに戻らないと。多分、また一緒に遊べるかもな。アキラは私に微笑みかけ、私の顎を手でこすった。それは楽しそうね。アキラを待つか時間の無駄ねだね。もしや、ルート分岐ですかね？佐野かアキラか。あの二人が何を考えているのかはわかりませんが、まずは佐野を選びましょうか。彼を待ちたくなかった。私は家に帰ろうとした。騒がしいナイトクラブから外に出た。君は僕のものだ。聞き慣れた声が聞こえた気がした。そして何かが当たった気が。目の前が真っ暗になった。目が覚めても暗かった。手首を動かしてみたけど、何かが動きを止めている。川のような感触がする。私は横たわっていて拘束されてる。ね、ねえ？私は闇の中へと呼びかけた。あ、光が眩しくて、ほとんど何も見えなかった。私は誰かの腕が私の顔から光を取り出し、部屋の残りの部分に光を当てたのを見た。ここはどこ？君は僕の医務室にいる。背の高い男が私に寄りかかっていた。佐野は私の近くの椅子に座った。制限時間付き。とっさに何をしているの？を選びましたが。何が起こっているか知りたいのか？率直に言おう。佐野はクリップボードを膝の上に置いた。僕は君を調べるつもりだ。そして、君はこのプロセスを乗り越えられない。言葉の意味を理解するのに少し時間がかかった。彼の言葉に現実味が湧かなかった。な、何のこと？私は彼に目を向けたけど、何も言わなかった。佐野は私の近くに座った。じゃあ、病歴を教えてくれ。遺伝性疾患はあるか？彼はこの状況が正常であるかのように振る舞っている。今選んだのはこれがデートのつもりなのだったようでして。メスを肩に刺されたよ。そして彼は注射を取り出しました。選択肢は彼に怒った顔をするか中に何が入っているの？だよ。それにしても顔色一つ変えませんね。調べるって何を調べるつもりなんだろう？おそらく調べるときなら、さすがに表情が変わるはずです。ですが、これほど何事にも無関心な人物が調べたいことです。普通のことではないでしょう。聞いたら答えてくれるみたいだし、中身を聞こうか。特殊な全身麻酔を考案したんだ。何が起こるの？筋肉の弛緩と一時的な麻痺が起こる。あと、手術の記憶をより鮮明に覚える。どういうこと？佐野は私の顔をつかみ、手袋をはめた手で注射に触れた。僕の天使よ。つまり、彼は私の顔をより強く掴み、身を乗り出した。僕のナイフが君の肌を撫でるたびに、君は記憶する。彼がゆっくりと私から離れた時、私は彼の手の中で震え始めた。彼には私にしたことを思い出して欲しかった。佐野は私の腕を軽く叩き、メガネを押し上げた。静脈が小さい。十分な水分を取っているのか？佐野はメガネ越しに私を糾弾するような目で見た。飲んでるか縛られていると水が飲めないだね。軽口を叩いたら彼は攻撃してきます。素直に答えようか。飲んでるわ。佐野はうなずき、再び私の腕を見下ろした。これで注射をされて手術されるんだけど。人間の中身を調べるというよりは痛めつけられるような切られ方をします。ようやく佐野の表情が明確に変わったけど、そこで妙なことが起きたんだ。佐野が手をかざしたら主人公が理解できない文字が彼の手の周りに浮かびました。そして何かをつぶやいた。主人公の切られた部分が回復したことから、これは魔術や呪文のようなものだと思われます。その後に日本語で面白いって言ってたから、佐野が調べたいのはもしかしたら魔術なのかも。佐野は科学的目的で人間は切り刻まれてきたと言いました。この発言は目的のためなら人間を切り刻んでもいいと受け取れます。それが魔術的な目的だとしてもね。佐野は私を見て頭を撫でた。佐野は残りの傷に包帯を巻いた。私は彼が足の拘束を外すのを見て少し安堵した。彼は自分の机まで歩いていき、何気なくノートに書き込んだ。彼は作業が終わったからか、動かないままだった。体に感覚が戻り始め、足が動かせるようになった。佐野はその動きを見ていた。いいアイディアが思い浮かんだ。君は DVT になりたくないだろう。調べてみたけど、DVT は下腹部や太もも、膝の中心を走る深部静脈に血の塊ができることらしいね。それを発症しなくなるということは、足を切断しようとしてる？しかしそれなら足を固定させていた方がいいはずです。麻酔の経過観察かな？妙なところで真面目ですね。
佐野が魔術を使えるってことをアキラも知ってそうだよね。それどころか、アキラも魔術を使えるかもしれません。魔術師の家庭なのかな？それにしては医務室があったり、彼の行動が医療関係者すぎるような気がします。医療を志していた途中で魔術に出会った？いずれにせよ、まともな思考ができる相手でないことは確かです。今回はここまでだね。続きも近日中に投稿するので楽しみにしていてください。高評価とチャンネル登録もよろしくね。また会いましょう、バイバイ。ご機嫌いかがですか、キメちゃんです。ゆっくりに鳥だよ。足に何かされそうな場面からですね。まあ、その心配はいらないと思うわしか選べないんだけどね。佐野は笑って書類を見た。この状況なら、有効と言える。彼は友達に話しかけるようにさりげなく話しかけてきた。でも、私はよくわかっていた。疲れてる。切り開いたばかりだったな。ショックとしか言いようがない。こんなことを言っていますが、普通に腕を切ってきます。足をやめてはいるけどさ。眠れない。この部屋は本当に暑い。他のことをするべきかしら？部屋の隅を見た。佐野は部屋の隅でかまどに火をつけていた。眠れる何かを求めるかとにかく寝るだね。求めたら何かしらしてくれるのでしょうか？佐野は医者の部分が大きいから、何かしらはしてくれそうだよね。頼んでみますか。眠れない。暑くて寝苦しい。ちょっと来て。佐野は近づき、私に寄りかかってきた。なんだ？眠れない。それに疲れた。ふむ。仕事があるんだ。君に付き添うことはできない。佐野はトレイから注射を取り出し、私の首に向けた。誰かが僕の注射を信頼してくれることなんてめったにない。この注射に何が入っているかわからないからだ。佐野はニヤニヤ笑って注射した。彼は正しかった。もし彼が私を殺そうとしていたら？ま、待って。おやすみ。起きたら暑かった。ほとんど息ができない。起きたか？私は目を開けて、部屋の向こう側にいる男を見た。佐野はメガネに反射する青い炎を見つめていた。何をしてるの？私は咳をした、衰弱しているのを感じる。熱くしてるんだ。彼が話していると、熱が壁に跳ね返っているのを感じた。会話をして後悔した。忘れることはできないと思う。青い炎が彼の手から壁に跳ね返っている。壁がコンクリートだった理由がわかった。諦めるか？泣くか落ち着くだね。諦めるとは一体。ここで落ち着かないとやばい気がする。私もです。それにしても手から炎を出すとは、準備してたのはこれだったのですね。ある程度準備が必要な魔術もあるみたいだね。怖かったけど、もうパニックになりたくなかった。私は唇を噛みしめ、心を落ち着かせようとした。佐野は近づいてきた、彼の手はまだ燃えていた。ふむ、何も言わないのか？この後は焼かれるのでカットです。私は目を開けて辺りを見回した。地獄のような暑さはなかった。私が気絶している間、佐野はしばらくドアを開けていたんだと思う。部屋の隅で佐野は机の上に溶けた何かを置いて見ている。息を整えて休む。佐野の態度を見れば私を殺さないのはわかる。私は彼から頭を反らし、目をぐっと閉じた。呼吸をコントロールすることができているかもしれない。部屋の中はまだ暑かったけど、今は涼しい。私は天井を数分間見ていた。静かだった。私は目を細め、佐野の方に頭を向けた。彼は座っていたけど、頭が机に突っ伏している。寝てる？脱出のチャンスのように見えますが。選択肢がテーブルの上にいるしかないね。体力が低いからでしょうか？ありえるね。でもどうすれば体力を温存できたんだろう？あるいは回復してもらうのかもしれません。そういえば、さっき回復させてもらったね。未だ判明していませんが、佐野の好みを把握しないといけませんね。疲れすぎてる。脱出しようという気さえ起きない。私は目を閉じてため息をついた。佐野が部屋の中を動き回っている間、数時間沈黙していたように感じた。彼は明かりさえつけない。暗闇での作業に慣れているのかもしれない。彼が引き出しから何か金属を取り出す音が聞こえた。佐野が近づいてきて私を見た。彼は私の顔の特徴を研究しているらしい。教えてくれ。暗闇の中から佐野の声が聞こえてきて、息を呑んだ。前頭葉ロボトミーというのは知っているか？私は答えようとしたけど、彼が口を掴んで止めた。基本的には、こういうものを取り付ける。佐野はアイスピックのような道具を持ち上げて振っている。私にはそれが暗闇の中で輝いているように見えた。そして、目を通して前頭葉を他の部分から切り離すことができる。なんで彼は私にそんなことを。この後、この道具を頬に刺されて質問をされます。医者のお世話になりたいか？
ット。ロボトミーはうつとかに使われてたけど、禁止された治療法だよ。そして選択肢があなたは正気じゃない、不安になった、もちろん不安よですね。さすがにこれやられたら終わりだと思う。ですが、どれを選べば。受け答えが正常なら大丈夫かも。この場合なら、もちろん不安を感じますね。もちろん不安よは力強すぎるかな。確かに、この中なら不安になったが良いかもしれません。本当か？佐野は私を見て席に座った。症状をもっと教えてくれないか？私はナーバスになった。慎重に言葉を選ばないと、彼に傷つけられると思った。私は孤独だったか、あなたは私の顔面にツルハシを押し込む決めだね。質問に答えないとひどい目に遭うのはわかってますからね。私は孤独だったを選ぼうか。僕たちぐらいの年齢で孤独なのは普通だと思う。君は知り合いとのつながりを失った。学校や仕事に時間を取られている。君にとって友達は本当に必要なのか？友達が欲しいの。バーやナイトクラブにいたのもそのためか？それとも、アルコール依存症だからカバーしてくれる友達が欲しいのか？微妙に会話が噛み合ってないね。先ほどからの会話を聞いている限り、佐野は友達を必要ないと思っているようですね。主人公を人間だとは思ってるけど、それ以上でもそれ以下でもない。人間の仕組みに興味はあるけど、個人に興味がない。だからこんなことができるのかな？そうですね、ここまで主人公個人に興味を持っているような描写がありません。選択肢はアルコールは問題ない、両方かも。友達を見つけたいか。主人公が依存症かどうかわかりませんが、友達を見つけたいが本音ですよね。それだけか？納得はしていないけど、十分に満足はしたらしい。この後、道具を足に刺されましたが、佐野は自分を混乱させなかったという理由で主人公を褒めました。褒めてくれたはずなんだけど。お気づきでしょうか？佐野の好感度が消失しています。さっきまで好感度は変わらなかったのに。先ほどまでは水色でした。その前の段階が紺色のはずだから、2段階も好感度が下がったってこと？好感度が上がらないとは思っていましたが、これは異常です。もしかして、条件を満たしてないと強制的に好感度が下がるのかな？前段階の時点で好感度が赤色になっていないとダメとかですか？そうだとするとこれは、太い注射を持っているようなので、もう終わりかもしれません。何してるの？僕はこのゲームで成長した。佐野は私に寄りかかって、私の顔に注射を振った。もう一つの実験だ。この後、注射されてしまい。何をしたの？心配するな。佐野はバリカンを取り出し、私の髪を剃り始めた。あなたは何な？私は叫ぼうとしたけど、部屋が脈動を始めた。すべてが動き回ってた。自分が何を見ているのかさえわからない。壁が動いていて、佐野の向こうにある闇に何かがいた。佐野が困ったような顔をしていた。君は何を見ている？わからないわよ。これは何なの？ああ、薬が効いているのか？佐野、どうしたの？そして頭蓋骨が切られ、何かが頭の中で弾けました。主人公の頭の中からムカデが生まれたんだ。いつの間にこうなったのかはわかりません。しかしこうなった以上、ただ脱出しても助からないですね。こんなゲームオーバーだとは。どうにかして好感度を上げるしかないですかね。今回はここまでだよ。続きも近日中に投稿するので楽しみにしていてください。高評価とチャンネル登録もよろしくね。また会おうよ、バイバイ。ご機嫌いかがですか、キメちゃんです。ゆっくりに鳥だよ。さて、佐野の好みを調査してみましたが、好みは非常にシンプル、自分を信用してくれる人です。佐野の質問に素直に答えたら好感度が上がって、選択肢が増えていろいろ話してくれたよ。まず、佐野は主人公を狙っていたわけではなく、いつも適当な人間を捕まえていたようです。ずっと前に博士号を取っていて、今は興味が湧いたことを勉強してるらしいよ。それは人間の忍耐でした。だから主人公を痛めつけるようなことをしてたんだね。好感度が上がったことにより選択肢が増えたと言いましたが、増えた選択肢を選ぶと佐野はそれに答えてくれます。足をマッサージしたり、主人公が暑がっていたから濡れタオルを置いてくれたんだ。その対応は、主人公の心境にも変化を与えます。主人公が逃げる気がないような選択肢を選べるようになるんだ。体力があるので逃げるも選べます。まあ、鍵がかかっているので逃げられませんが。逃げるじゃなくて彼に触るだと佐野が明確にうろたえるよ。そして僕は誘拐犯だぞという佐野に、主人公は自ら一線を越えました。翌朝、起きて辺りを見回した。佐野は部屋の隅に座って、木片で遊んでいた。おはよう佐野。佐野は顔を上げ、椅子から立ち上がった。気分はどうだ？
私は大丈夫よ。少しだけ痛いけど。ふむ、また足か？いろんなところ。私は足をこすり、ため息をついた。修繕する方法を知っている。どういう意味？佐野は私の近くに立ち、私の足を手でこすった。彼は顔をしかめた。君はとても弱く、とても壊れやすい。僕は君を壊したくない。彼は何を言っているの？語ってもいいか？何でも言って。人形が大好きなんだ。人形のすべてが。君はとても完璧だから、彼らになれる。彼らは反撃しない。佐野はまた私の足に手を回した。君はとても美しい。君は人形みたいだ。私は赤面したけど、彼の言葉に疑問も浮かんだ。佐野は木片を持ってきて私に見せた。木製の技師だ。僕は君を修繕できる。君を助けられる。佐野は顔をあからめて肉切り包丁を掲げた。僕の助けが必要かい？受け入れるか受け入れないかだよ。受け入れないですと、佐野は主人公を愛したまま殺害します。その時にまた壊してしまったって言ってたから、以前にもこの段階で逃げた人がいると思われるよ。そして受け入れると。私を修繕して。君は僕の美しい天使になる。佐野はいくつかのチューブを引き出し、私の腕と膝の上を縛った。佐野は小声で何かを囁いた。前にこの言語を聞いたことがある気がする。主人公が足をうまく動かせない時に、佐野は主人公を起こそうとして、誤ってお尻に触っちゃってしまったって言ってたから、感情が高ぶると日本語が出ちゃうみたいだよ。なのでここも、日本語で愛してるだと思われます。1分で終わらせる。痛いだろうが大丈夫か？彼が私の腕と足を縛り付け終わり、私はうなずいた。そして、修繕が行われました。足だけじゃなく腕もね。目を覚ますと、すぐ隣に佐野がいた。感じていた痛みはなくなり、私は彼に微笑んだ。木製のパーツに痛みは感じなかった。私は新しい手で彼の顔をこすり、彼は微笑んだ。君は完璧になった。僕の完璧な小さな人形にね。さて、これにて佐野ルートは終了です。もう一人の方に行こうか。アキラが帰ってくるのを待った。彼はいい人だ。待ってたのかい？変かしら？アキラは首を横に振り、腕を私に回した。いや、君が待っていてくれる確信がなかっただけだ。俺は今休憩中だ。だから、何か楽しいことをしようか？この後、彼と一線を越えます。その後でバスルームを探していたら腐った肉の匂いがする部屋を見つけちゃって、そのまま佐野に捕まるよ。アキラルートは特殊な仕様です。基本は佐野ルートと同じように進むのですが、そこに選択肢次第でアキラが乱入します。このルートでアキラと佐野の悪口を言うとアキラに殺されるよ。デッドエンドで分かったことはおそらく彼らが関西の出身であるということです。主人公にナイフで切られたアキラが佐野にほっといてんかって言ってたんだ。どうすれば生き残れるか探したところ、条件がなんとなく分かりました。佐野を嫌って、アキラにおとなしく接してたら選択肢が増えたよ。逃げる選択肢のところで、アキラが待ち構えているのですが、アキラにおとなしく対応していると正直に話すという選択肢が増えます。そこから、アキラの様子がおかしくなっていくんだ。今回はここまでです。続きも近日中に投稿するので楽しみにしていてください。高評価とチャンネル登録もよろしくね。また会いましょう。バイバイ。ご機嫌いかがですか？キメちゃんです。ゆっくりに鳥だよ。それではアキラルートがどうなるか見ていきましょう。アキラはため息をつき、テーブルに向かって銃を動かした。私はテーブルに戻り、端に座った。アキラはテーブルに寄りかかり、私を厳しい顔つきで見た。走るな。逃げるのは得策じゃない。佐野に追われたくないだろ。死にたくない。家の中を詮索するべきじゃなかったな。アキラは私の髪に手を回し、大きなため息をついた。そんなつもりじゃなかった。私はバスルームを探してただけよ。ああ、探していて、たどり着いちまったんだろう。お前は今、こいつのもんだ。そんな、アキラはテーブルを押した。待ってか何もしないだね。好感度が上がってくるとだいぶ印象が変わってきます。すごく冷静になるんだよね。アキラはキビスを返した。どうした？なんでもない。アキラは戻ってきて、私の頭に重い手を置いた。多分、こいつはお前を手放す。何度かそういう場面を見た。こいつに嫌われないようにしろ。私はそれを望むしかないの？わかった。アキラは拘束具を見た。忘れてた。戻さなくちゃな。佐野を怒らせちまうかもしれない。私はうなずいた。
拘束されたくはなかった。でも、アキラの判断を信じた。アキラは私に寄りかかって、腕を縛った。これでいいか？彼が私の腕を引っ張って確認したとき、私は少しうなずいた。じっとしていろ、いいな。私がうなずくと、彼は私の顔に手を置いた。ありがとう。アキラはまた背を向けて歩き始めた。ドアは重い音を立ててしまり、私は眠った。こんな感じで、主人公とアキラは親交を深めていきました。よう、アキラを見て、元気を出さずにはいられなかった。彼はテーブルの端に座った。アキラは私を見て、手足のベルトを外した。私は感謝の気持ちを込め彼を見上げ、手首をこすった。私をチェックして、アキラは大きく鼻を鳴らし、腕を組んだ。いやいや、なんでそんなことをしなくちゃならないんだ。アキラは止まった。わかった。勝手にしろ。アキラは飲み物を差し出した。それは栄養補助食品のように見え、私はそれに手を伸ばした。考え直すかありがとうだね。お腹が鳴った。だろうな。私は飲み物の封を開け、すすった。喉がすっきりして気持ちよかった。持ってるのはそれぐらいだ。蛇の餌以外はな。アキラは苦笑した。ペットを飼ってるの？アキラはまた鼻を鳴らし、首を横に振った。あれをペットと呼ぶならな。正直なところ、原因は。お前、ああ。気にしないでくれ。どうやって持ちこたえてるんだ？もっとうまく言えたらいいのに。あなたはとても素敵、彼に近づく、離れるだね。あなたはとても素敵だと、左脳蛇みたいで気持ち悪いと言ったことが原因で、アキラが怒って目が黒くなり、殺害されます。佐野も目が黒くなってたのを覚えてるかな？つまり、佐野もアキラも人間ではありません。そのルートは後で見せるとして、彼に近づくを選ぶよ。アキラに近づき、つま先を見下ろした。彼は私の頭に手を置き、しばらくそのままにした。寂しいか？うん、つまり。あなたの兄弟は、抱きしめるか？いや、そうじゃないか。俺は締めるのが好きなんだ。覚えてる。アキラに首を絞められたのを思い出した。アキラは笑って深呼吸した。あの時のことを考えてるのか？私は赤面して背を向けた。多分ね。私は部屋を見回した。他の人にも拷問したかなんて、どうやって聞けばいいの？アキラは首を横に振った。彼が私の思考を読んでくれて嬉しかった。俺はしてない。俺は契約でしか殺さない。アキラはホルスターから銃を取り出し、私に向けた。銃だ。個人をなくす。人間性を取り除けば、殺しやすくなる。それでも俺は殺し屋だ。言い訳はしない。今のは理由を言っただけだ。そうね。鼻がうずき、目が潤むのを感じた。アキラ。なんだ？私はついに彼に目を向けた。涙が溢れてきた。私。死にたくない。私が彼に飛び込むと、彼は私の背中を優しく叩いた。静かにしろ。泣くな。彼は神経質な笑い声を上げた。俺まで悲しくなる。彼の腕が私を包み込み、きつく抱きしめた。あなたは本当に締めるのが好きなのね。彼の体は冷たかったけど、この暑い部屋ではちょうどよかった。それは俺の性質だ。アキラは私を解放した。一人になりたくなかった。行かないでかありがとうだね。まだ俺に感謝しないでくれ。アキラが私の頭に手を置いた。寝ろ。私が手で顔を拭くと、彼はハンカチを取り出した。持ってろ。彼は立ち上がり、部屋を出る前に私の頭をもう一度軽く叩いた。この後3人で楽しみ、そのまま解放されるかと思ったのですが、アキラが退出している隙に、佐野は主人公にムカデを寄生させました。ムカデに寄生されると意思に関係なく佐野に操られる状態になるんだ。アキラが見た佐野が手放した人間も寄生させた後だったのでしょう。いろいろ調べたけど、アキラと幸せになるエンディングは見つからなかったよ。これにてアキラルートは終わりですが、視聴者の方から佐野ルートに別の生存エンディングがあるということで調べてみました。情報ありがとうね。内容としては佐野の正体を聞くルートです。このルートは好感度が高い状態の佐野に冗談を言うことで入れるよ。そして気になる佐野の正体は、ナーガでした。インド神話が起源の蛇の神様だけど、日本にも伝わってるから日本出身なんだと思うよ。回復や炎に使っていたものは魔法とのことです。魔術師どころか神様だとは。このルートで主人公は M に目覚めます。そして。僕を助けてほしい。どういう意味？佐野はダックルバックから中身をテーブルに置いた。君は生き物に興味があるようだ。僕のように。私は佐野が人をテーブルに縛り付け、端にもたれかかるのを見た。
彼が私のためにナイフを出した時、ドキドキした。学びたいか？ここで断るとそのまま殺害されます。受け入れると目の前の人間でケーキカットを始めるよ。しかも切られる本人が目覚めるという。今回でボーイフレンドブーデスは最終回です。次回は夕食を食べるホラー系恋愛ゲームです。近日中に投稿するので楽しみにしていてください。高評価とチャンネル登録もよろしくね。また会いましょう。バイバイ。